アベノハルカス近鉄本店大北海道店です。見てください、この立派なボイル毛ガニ、そして目の前は海鮮弁当。もう本当に北海道の味覚が勢ぞろい。大阪にいること忘れちゃいそうですね。大阪の百貨店で今日始まった大北海道店、食の宝庫北海道から届く一押しの商品が集まりました。北海道東部に位置する標津産の希少な島エビに、旬の秋鮭のイクラがたっぷりと乗った海鮮丼や、ラーメン激戦区札幌すすきのから初登場の味噌ラーメンなど、胃袋がいくらあっても足りない北海道の美味しいものが所狭しと並びます。そんなスイーツもね、入った瞬間美味しそうな匂いがしたんで、すごいなと思いました。北海道店があれば必ず来てます。やっぱり自分で北海道を回らなくても美味しいものが食べれるっていう。中でもバイヤー一押しがシャコタンで育った特大のホッケ。イワシやニシンを餌としているため、通常より身に脂が乗っています。特別に店頭でいただきます。うん、何これ。あのね、信じられないぐらいふっくらしてます。そんな中、ちょっと見慣れない魚の姿も。こちらがオオカミウオでございます。これですか。はい、これでございます。うわ、ちょっと見慣れてないので少し抵抗を持つ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、結構迫力がありますね。やっぱりこのままでは魚屋さんではやっぱ売りづらいっていうのが一つで、なおかつ加工してさらに食べるってなるとまた一手間かかるので、やっぱりそこまでっていうような。これらは未利用魚と呼ばれ、見た目が悪いや加工に手間がかかるなどといった理由で市場に出回らない魚。今年の物産展ではそんな未利用魚のことを知ってもらいたいと、来場者に試食を提供しています。いただきます。うん、コリコリよりももう少し強い歯ごたえがあります。押し返してくるような弾力。なんで今まで利用されてこなかったんだろうと思います。もったいない。未利用魚というのがありますけれども、はい、この辺りの可能性っていうのは活用されない本当に魚がたくさんあるので、まあ、それをこう消費していただくことで漁業をこう継続させる一つの、まあ切り口になってはいいなと思うので、まあ、ちょっと微力ながら我々も協力できたらと思っています。地球温暖化や特定の魚に偏った量などの影響で、2048年にも海から食用魚がいなくなると言われている2048年問題。その解決策の一つとして未利用魚が注目されていて、食品ロスの減少や漁業関係者の収入アップにもつながると期待が寄せられています。こうした中、すでに未利用魚をうまく活用して販売している店も。やってきたのは回転寿司チェーンのくら寿司です。一体何の魚なんでしょうか。いただきます。癖や臭みなど一切ない、なんか白ワインと相性良さそうな、そんなお寿司ですかね。先ほどいただいたあの寿司ネタは何という魚ですか。あれはあのシイラという魚です。お魚好きの方の中では知られている方の魚だと思いますが、やっぱりなかなかこう一般には広くあんまり出回ってない。ハワイではマヒマヒとも呼ばれ高級魚のシイラですが、日本では鮮度の維持が難しいことなどからほとんど食べられてきませんでした。しかし自社センターで加工するなど工夫して2017年から販売を実現。珍しいため売れ行きも好調だといいます。回転寿司という割とこう手軽な感じでご提供することによって美味しさを発見していただく、また同じ魚を見かけた時に手に取ってもらえるとか、手に取っていただくきっかけになるとか、まあ、そういった形でこう日本の魚をどん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 こう消費していけるような、まあ、そういったきっかけにしていければなというふうには思いますね。未利用魚が食卓の危機を救う一手となるのでしょうか。